はいどうも皆さんこんにちは。新たです。新たなダンス,スクーやってまいりました。いや、ということでですね。さあ、今回ですね。AT1 ダンススタジオからトキオ鼻歌ということで、こちらのえカバーダンスといいますかね。リメイクバージョンということで、こちらを見ていきたいと思います。収録ボタンをフォイということで、なんと、ツイッターでですね、そうたくんが上げてらっしゃったんですけども、振り付けを ガンミの方たちが行ったというところでございましてマジかと見ないわけにはいきませんというところでございますのでね、えー、早速見ていきたいと思います見てみましょうレッツラーゴー <laughs> すげえいやーってなってますねもういやーってなってますね はハはハはもうガンビですね完全にうわあこれはすごいわこううわーあー すごいなえー これはすごいことになりましたねさすがです。 ガンミの皆さん、もう、もう、だって、ああ、これは、ガンミですねって、なりますね。うん、細かいし、エンタメ要素あるし、曲の相性も多分すごくいいんじゃないかなっていうふうに、うん、思いますってか、すごいないや、夫のはめ方すごいなそしてその、ガンミさんたちのあの、クオリティ、フィーリング、踊り方を、ちゃんと、 分かってらっしゃるなっていうふうに TravisJapan の方たちが今見ていて思いました。あのねですね、あのですね、えー。 速度だったりとか、あとその、まあ、コミカルに見せる部分で、コミカルなものを全部で見せていくのではなく、その部分部分にちょっとコミカルな要素を入れていくっていう、すごく絶妙な、ちょっとこれ憎いねっていう部分を、めちゃくちゃ持ってくるのがガンミさんたちだと思ってるんですよ。大味な部分もあるんですけど、すごく細かいテクニックで、カカカカカカカっていう風に見せていく部分の、 そこの見せ方っていうのがあると思っていて、すごいことをしてる風ではない。なんか、こうやって楽しんでるんだけども、気がついたらめちゃくちゃすごいことを入れてきてるじゃん、みたいな要素って多いと思うんですよね。そういう感じあの、笑顔が軸じゃないですか。なのに、めちゃくちゃ速度が出てるというところが、本当にやっぱ、ビビりますね。い近くすごいことになってますけども。これ、こっち側にも、 もしかしたらガン見の方たちいるんじゃないっていうふうに思うんですけどどうだろうもうテンションがすごいことになってるねこれね熱が熱が伝わってきますもうタタタンタタタンの部分でもうやばいですけどねここタタタタンですよだから 意識はこれ上なんですよ。こっちなんですけど、タタタタン、タタタタンで、みんな上向いてるので、意識上なんですけど、足元タタタタっていう風に、見てない方向を使ってくるんですよ。こういうところですね。あの、意識は上なのに、意識と反対側を動かすっていう、ちょっと手品みたいな感じに近いかもしれない。これ見てて見てて見ててって言って、こっち側でなんかしてるみたいな感じ。 これはもうこれはもうあのガンミの皆様っていう感じですよこういうハッピーターンって僕はちょっと呼んでるんですけどもはい幸せのターンですねハッピーターンを持ってくるのはガンミさんですねこれはもうタタタターンとかの構えてタタタターンとかこれうまいっすねサビでああ花が咲くって持ってくるこの感じサビを 聞かせに行くっていうところですよここ踊らないんですよね。「タンタタンタ」っていうこのドラムの音に合わせて「スータンタタンタ」これこれすごいわ。<laughs> すごいわ。いや多分ジャニーズさんと。 まあ、物によるのかもしれないですけど、ジャニーズさんとガンミさんはめちゃくちゃ相性がいいです。うん。あのー、なぜかというと、まあ、トラビスジャパンさんたちっていうところもあるのかもしれないんですけど、こういう明るいテイストのものに関しては、多分、一番強いんじゃないのかなっていうぐらい、その、年齢が合ってるんですよね。あの、フィーリングというか、その、なんだろうな。その人たちの気持ちみたいな部分が多分、ガンミの方たちと合ってると思うので、 とりわけしかも男の子たちで男の子たちっていうところなのでそういう意味ではかなりこう楽しんでできるんじゃないかなこのジャンプとかも、ね、うわこの方めっちゃ綺麗なジャンプしてらっしゃるだどなたかしらこのフロアへの入り方も秀逸するより。 いやすごいみんなめちゃくちゃうまいっすね本当に <laughs> ラ,ラ,ララララララっつって <laughs> こんにちはっていやーそうですかそうたくんと多分宮近くんタイプ一緒だと思うのでダンスのダンスというかそのなんだろうな体の使い方というか筋肉が。 ここもララー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 っていうこの抜きなんですけどトゥンパーントゥンパーン,パーンってこの手首でパーンって言ってるんだけどパーンではないけどもっていうふうに揺れてくここも憎いっすねでもう終わるかなと思いきやこれに入る前にまた一瞬ズダダダって動くじゃないですか えっと、ガンミさんたちのもうダンスのまあポイントよく見る見僕がよく見てるのは「タタタン」っていう足を「タッタッタッタ」っていうふうに持ってくる動きはかなり要所要所に使われている気がしてて「ドタタタタタ」っていうふうに足でどん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 って踏みながら細かい音を取っていきなりこうびっくりさせるみたいなのが。 多い気がするんですよね。で、それってドラムのツタタタタ,タっていうところと結構合ってくるというかフィルの部分と合ってくるからあ、ダンスにも取り入れやすいタイプの方たちなんじゃないかなっていうふうに思ってます。J-POP が実はすごく相性がいい方たちだと思うので、そこら辺踏まえて、これはね、すごいこれはすごい本当に。ちょっとビビった。あの、曲がいい、えー、 トラビスジャパンさんがいいっていうのはもちろんそうなんですけど、ダンスがすこぶるいいです。本当に。あのもう、すこぶるいいですね。ここをでき、これができて、この感じにずっと続いていくと、トラビスジャパンというチームはとんでもないことになると思う。本当に。やばいですね。これは期待していきたいと思います。いいタックが多分生まれたと思うので、これおそらくジャニーズさんも、 トラビスジャパンさんですね。ガンミさんと強固な関係をこれ築いていくはずです。このクオリティは世界で全然通用するなっていうふうに思うので、楽しみにしていきたいですね。トラビスジャパンというそのお名前で普通にダンスコンテストとか出ちゃってもいいぐらいだと思うので、やばいっすね。ソ太タさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。よいしょ、